定タイマーちゃうんだけど。違うな。はい、来航問題いきましたね。ほら、金手が来た、金手。違う違う、そうじゃ、そうじゃない。どうも、エクスチャンネル登場、バルティです。はい、最速司会動画、第3弾かな、第3弾だっけ。今回は、P、ウルトラマンティガー、なんだっけ、タイトルは。まあ、ウルトラマンティガーね、1500×84 パーループの、最新台、ウルトラマンティガーをね、今日は早速打っていきたいなと思います。まあね、金のね、ウルトラマンティガー、あれ演出も出てくるみたいなんでね、まあ、出せたらいいなと思っております。見せてもらおうか、 M78 星雲の性能とやらを。はい、ということで、ティガに移動してきました。じゃあね、早速回していきたいと思います。その前にね、カスタムどうしていこうかな。先読みのみ行こうか。まず当てていこう。音ちっちゃ。強楽さんなのにボリューム変化激アツモードないんですよ。俺あれ好きなんですけどね、強楽さんね。まあ、当該保留なんでね。まあ、ボタン連打しないんだ。皆さんもご存知だと思いますけどね、緑堀は空気なんでね。まあ、今回のティガーはね、1500発がね、84パーループっていうね、結構継続率の高い機種になってますんで、まあ、一撃性はあるのかなと、なんかそれっぽい会話していきますけどもね。まあ、今回ももちろんぶっつけ本番、下調べなし、それがバルティだからね、みんなとね、同じリアクションしていきたいなと。おお、こんなんで当たるんだ、へーみたいな。ちょこちょこカシャッと開くんだけど、なんだろう、小当たりでもしてんの。まあ、ウルトラマンシリーズはね、私あのマックスの時のウルトラセブンが一番好きでしたね。あのこうやって戦うやつ、あれはめっちゃ撃ってましたね。最近のセブンも撃った気がするな。わけも分からず2万発ぐらい出た気がする。ティガっつったらね、なんかわりかし新しいイメージなんですけど、何年だっけ、もうでも1996年、うん、だいぶ前のウルトラマンではあるんですけど、昭和ではなく平成のウルトラマン。あ、私全然見てません。さあ、とりあえず50回転、まだまだ序の口、こんなんで心折れない呼ばないっていう。タイマー来たんだけど、でも先を見ねえから何も期待できないよ。あ、疑似さんかな。継続って分かってて、タイマー継続って
に向かいます。超古代戦艇怪獣ゾイガティガが来ないと話にならないですね。からの何も来ない。おー来た、先が来たよ。これいいんじゃないの、これ来るんじゃないの、これ早いよ早いよ、いいよいいよ、来いよ来いよ来いよ。知ってましたですよね。
くていい、先読みは本当わかりやすくていい、なんならあそこであのトイレ行ってもいいぐらいですよ。ただよくね、お客さんであるのが保留が残ったまんまやめてっちゃう。お客さん意外とね当たっちゃうんですよ。まあ、もちろん当てた人に返すんですけど、返ってしまってるとね、このままでも危険です。クリアしないといけないんでもったいないですよね。俺に任せときなって、最後の保留まで気を抜かず見守ってほしいなっていう。意外とありますよ、ほんと残り2個ぐらいで帰っちゃって、実はその2個で当たってたとか。せめてね、最後の保留が回転し始めたぐらいまで見てほしいなっていう、パチンコ屋店員の目線でした。おせちゃん来いよ、俺ら来いよ来いよ。激おつ、いいよ、先読んでるよ、先読んでるよ。次だから次だから行こうか。疑似さんは確定してる状態かな。うわー、通りだ 45% ぐらい。うわー、近畿が次回予告、激アツ。空を安全に塗り込める怪獣ゾイナー、闇の支配者ガタノゾーアがティガを叩く。ゾイガー？かかってこいよ。暗黒の支配者ティガー！いや、絶対熱いでしょ。これは当たったよ。金手が来た、金手が。暗黒の支配者邪神ガタノゾーア。あ、ガタノゾーアかかってこいや。いや、大丈夫よ、手が落ち着いて。いやー、いや悔しいですね。何ですかあれ、金手が出せたんですよ、私出せたんですよ。当てられませんでした、すいませんでした。いや、あれ絶対当たると思ったんだけどな、なんでそんなのあれ、ビッグドンキー。はい、ということでね、今回はパチンコウルトラマンティガー、回していきましたが、まあ、激アツ演出は、ね、なってたんでね、まあ、皆さんもね、荒れてた時はそれ相応の期待を持ってね、やっていただければなと思います。はい、ということで今回、ウルトラマンティガー司会動画見ていただきありがとうございました。チャンネル登場マルティでした。ではでは、この動画を少しでもいいと思う